はい、お疲れ様でございます。今回のキーワードは自信ですね。やっぱ自信があると行動する原理になるんですよ。自信がないとどうしてもね、新しいことをやってみようかなって思わないですし、難しいことをやろうと思わないんですよ。でも自信ってもともと人にあるもんでしょうかね。確かに自分の生きてきた中で自然と身についた自信ってあるかもしれません。例えば自分が何かをやろうかと思ったら、必ず、ああいいねそれっていう感じで協力してくれる人がいるみたいなね。特にこれは兄弟をお持ちの方に多いみたいですけども、まあお兄ちゃんと弟がいて、お兄ちゃんが何かね、今日は缶蹴りやろうと思うんだけどねって言ったら、弟が、あいいねついてってついてってやりたいやりたいみたいな感じでね、まあ同調してくれるとか、そういうことを繰り返していくと、お兄ちゃんは何をやっても誰かはついてくるだろうみたいに思うわけですよね。少なくとも自分の弟はついてくるだろうみたいに思うわけなんですよ。で、そういった思い込みの蓄積が自信につながるってことはあるんですけども、でも私たちは自分の行動の前に自信ってないんですよね。ないけども、ここで分岐点が分かれるわけですよ。自信がないからやらない人、どうせダメだろうと思ってやらない人、自信がないけどやる人、どうせダメかもしれないけどもまあやってみるかみたいなね。どっちに道が開けると思います？そしてダメかと思ってやってみたけども、ああこういうことだったのかっていうふうに気づくことによって自信がついてくると。そう、自信っていうのはね、行動の後についてくることが多いんですよ。もちろん行動の前に人に励まされて自信がつくってこともありますよ。でも概ね何かをやった後に自分の自信っていうのは気づくことができるんですよ。もちろん行動した後に何にも残らなくってやるんじゃなかったって、こういう可能性もあります。でもやれば何かができると思うんですよ。目標は確かに達成しなかったけども何かができるっていうふうにね。例えば大好きな女の子に気持ちを伝えたくってラブレターを書きます。ああでもないこうでもないって書くんですよね。時間をかけて書いて、さあ受け取ってもらえるだろうかと思ってその女の子に渡そうと思ったら、彼氏がいることが分かって、ああせっかく書いたのにこれはどうすればいいんだってことで破り捨てて失恋するみたいなね。でもこれって何もならなかったんですかね。誰かのために一生懸命ラブレターを書いたっていう、その気持ちと行動ってのは自分の財産としてしっかり残るんじゃないですか。そして何らかの形でラブレターじゃなくても人に何かを伝えようと思って何かを書くっていうスキルは上がってるんですよ。ね、誰かのために何かをしようとする気持ちって自分を育んでくれるんですよね。で、今回ね、ズームの対談をさせていただいて、生活保護の方を私はいかに稼がせるかってことをずっと意識して過ごしてきました。ね。その生活保護の方は見事に答えてくれましたよ。売り上げを立ててくれました。自分の考えで集客をして、自分の言葉と気持ちで視聴者さんに寄り添って、そして商品を作って、売り込んで売れたということです。ね。商品作らなければ売り上げは立ちません。商品がありますよってことを知らせなければ売れません。そしてその生活保護受給者の方が誰かから好かれていたから、そのファンの人が買ってくれたんですよね。私はね、いろんなものをその人の中にすでに残せたと思います。あとはその残った小さな種みたいなのをいかに開いていくか。そうすると最初は双葉で小さな苗木かもしれませんけども、いずれ巨木になると思います。どんなに大きな木でも最初はこんな小さな種なんですよ、ね、だから人は見誤ります。小さな種がずっと小さいんじゃないかな。でもその小さな種は、男子三日合わざれば刮目してみよという言葉があるように、いつの間にかでっかくなるんですよね。さあどうでしょうか。今日の時点で数百円数千円しか懐にないから一生そうだと思ってしまうのか、それとも自分のスタートは最初は10円100円だと、でもいずれこれが巨木になり億万長者に自分を引き上げてくれるというふうに希望を見出していくのか、あなたはどちらでしょうか。自信の正体は、まあ、そんなねところなんじゃないかなと思います。それではいってらっしゃい。